昨日現在ですね、792曲も聴いて、まあ、吉村は天才ですね。その中のですね、ベスト3というのをですね、やってみたいと思います。今日来たお客さんはですね、非常に幸運だと思います。まあ、いつもやってるんですけどね。いや、私のベスト3、第3位は、パンパカパン、パン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 パカパン。どういう曲でもいいんですよね。ですね、作品番号、もう暗いですよね、なんか、まあいいけど、688番、寸劇というかですね。海田は絵を、あの村山海田大正時代にね、あの21歳で死んでしまいましたけどですね、とてもいい絵を描きます、すごい絵を描きますから、もし見る機会があったらです、はい、村山海田は絵を描き、加藤大二郎は大手前を狩る、ジャニスは嵐のように叫ぶ、ただちょっとの間、ただちょっとの間、私の3位でしたね。あんまり反応がない。まあいいんですけどね。では、私の第2位は、ですね、私がこれ作ったからですよ。もう曲が多いもんでね、やっぱ曲を作りすぎるっていうのもなんか難点がありますよね。できない人はいいですよね。一冊でできると。僕らもこれ13本。ありました。私の第3位は青空。太陽が黄色いのは空が青いから、青空のせいなのさ、そうさ、勝手的に青空のせいなのさって、こんなもんや。これはね、学術的なことなのでですね、あれしますが、可視光線というのはですね、大体あの400ナノメーターですね、700ナノメーター、真っ白なわけだ。だから太陽も真っ白でなきゃいけない。これはなぜ黄色いかということですが、大気圏外にですね、入りました太陽の光が、あの青い色だけ散乱しているわけですね。で、青色というのはですね、どちらかというと紫に違って、波長の短い方。ですから、ちょっと波長の長い方の黄色が出るわけですね。皆さん勉強になるでしょ。こんな勉強になるわけというのはなかなかないでしょ。なんか今日は反応がいいね。太陽。あ、私の第一。ちょっと待って。余談ですけど、しあさってですね、北九州のものに沼田ですね、そこちょっと曲がったところにドームラウンドでやるんですけど、いやですね、仕事の日が雨ですから。今は1位は可視光線だったんですけど、ちょっと変えまして、さあ、今週の第1位は。音楽を忘れたロックバンドの兄ちゃんはという曲でした。音楽を忘れたロックバンドの兄ちゃんは普通の社会人となる、普通の社会人となる、パクリなんですね。パクリも意外でいいですよね。